IT ジャーナリストの宮脇淳です。よろしくお願いします。今ネットスラング的に杉並動物園と揶揄されているのが杉並区、東京23区の杉並区の区議会です。構図構造としては YouTube 界隈で大人気の広島県安芸高田市の石丸伸二市長と議会との対立、これの逆バージョンといったところです。安芸高田市の石丸伸二市長はいわゆる正論ビームでこっくりこっくりの居眠り議員に代表される議会の多数派政治会の議員をバッタバッタと切り捨てております。その痛快さが YouTube 界隈で大人気となっております。対する杉並動物園と呼ばれている杉並区の方は岸本聡子杉並区長を率いる杉並区与党のやりたい放題がまかり通っているんです。そのキーワードとなるのがイタコです。イタコ議員について簡単に説明しておきます。杉並区議会の会派の一つ令和を耕す所属の奥山妙子議員が給食無償化に反対の立場で討論に立ちました。主張を終えると同じ令和を耕す会派所属の山名加奈子ですと名乗りを上げて賛成の討論を始めたんです。奥山妙子議員だったはずが山名加奈子ですと突然に何かが憑依したかのようなその姿がイタコに見えたんでイタコ議員と名付けました。また杉並動物園という表現は秩序だった議会ではなくそれぞれの議員どころか岸本聡子杉並区長も合わせて好き勝手なことをやっている。それがありのままの姿を行動展示しているペンギンの行進でおなじみの北海道の旭川動物園的なみたいなっぽいところからネットスラング的に杉並動物園という表現が定着したのかもしれません。しかしこの杉並区の区議会の話調べてみると笑い事じゃないようです。イタコならばちょっとねほのぼのもしちゃいそうなんですが今時の言葉で言うならばハッキングが疑われているんです。そしてその放置それを放置しておくことは日本の民主主義の危機に直面する結構おっかないことが進行しているということを皆さんと共有しておきます。選択無形民族文化財となっている青森県や秋田県のイタコ、これではなく昭和のワイドショー的なイタコ芸のことです。平たく言うとインチキクッチャーイ一人二役のことです。それは洗練されたインテリジェンスの争いとかではなく降りてきた、はい私はケネディ大統領ですというようなインチキクッチャーイ昭和の一人二役のそんなイタコ芸のレベルだということです。亡くなった太郎を呼び出してください、わかった、降りてきた、わしは太郎じゃ、元気でやっとるか、太郎はワンコなんですけど的な昭和時代のワイドショーではこんなコントのようなことが行われていたんです。ただ杉並区のイタコ的な事例というのは笑い話になりません。というのはイタコであろうが何であろうがそれが執行部の行政の仕組みに組み込まれた瞬間、その組み込まれたのが特例であってもそれが今後前例になってしまうからです。これ民主主義の行政の仕組みなんです。直近杉並区で問題となっているのが杉並区は参加型予算制度と題して区民の投票で予算を決定する仕組みを導入しちゃいました。投票の受付は10月1日からすでに開始されているんです。ここで重要な背景情報を示しておきます。杉並区の予算規模は2100億円を超えます。今回の区民投票で予算を決めるというその予算枠は6200万円なのでわずかと言えなくもありません。予算全体からすると割合で 0.027% ぐらいの話です。もちろん区民からの血税で運営されている行政においてわずかばかりこれっぽっちだなんていうことは許されないという反論があるでしょうし、それはその通りです。ただ一方で区民が参加する地球市民型の政策実現だという新しい試みだと主張されたときに果たしてどう反論するかということになるんですが、ただこの区民参加型で予算を決めるというのは2つの重大な民主主義への懸念が生まれちゃうんです。まず一つ目はこの投票システムネットで行うんですが、杉並区民以外も投票に参加できちゃうんです。足立区民でもはい今から杉並区民ですって思っちゃったら投票できちゃうんです。はい、それはこの撮影している時点と断っておきますが、この投票フォームの中にあなたは杉並区民ですかと確認するところ、そのチェックボックスがないことから明らかです。このシステムの欠陥に気づいた自民党無所属の杉並区議団所属の矢口康之議員は
クッキーを削除すると一人で何度でも投稿できると質問します。杉並区の執行部はこの欠陥を認識していたと回答します。この答弁で明らかになったのは、欠陥を一人で何度も投票できるという欠陥を把握しながら、この投票システムをゴリ押ししたということです。問題があると確認しておきながらそのシステムを走らせるのであるならば、それ相応の理由を執行部側は、杉並区側は示さなければなりません。そしてここで立ちはだかるのが予算規模です。杉並区の予算規模が2100億円で、今回のシステムが6200万円ぐらいであるならば、その割合は 0.027% です。そんなわずかな予算執行のために欠陥システムが確認されていながらそのシステムを稼働させるとなりますと、論理的整合性、すなわち話の辻褄が合わなくなっちゃいませんかって話なんです。ちょびっとだから、わずかだから適当にやってよい、ダメです。杉並区民から集めた血税を使って行われているのが区政だからです。杉並区議会もまた広島県安芸高田市市議会のように、今少しずつ切り出された野良動画の拡散が行われています。こうして切り出された野良動画で確認したところ、渡辺光一副区長は、住民投票条例の投票とかならばより厳密なシステムが、厳格なものが求められますがと答弁しています。この岸本聡子杉並区長に準ずる立場の副区長の答弁が何を指すか、まあ適当に適当にと言ってるのに等しい答弁なんです。広島県安芸高田市石丸伸二市長ならば、厳密性が求められないということは、適当にと、予算執行を決めるのを適当にとでもおっしゃるんでしょうか、なんてね、こんな反論が、いや反問権があるのかもしれません。欠陥システムを走らせ、行政が適当に予算執行をしているかもしれない。これが民主主義の問題点としての一つです。次の問題は、区民が直接予算執行に対してイエスかノーかを出せるんであれば、区議会議員っていらないんじゃないですかという話になるということです。少なくとも減らせるという話になるんです。安芸高田市の石丸伸二市長が議員定数の半減を議会に諮りました。これについては、副市長の民間公募というものを潰されたことを石丸伸二市長が、やられたらやり返す、倍返しだというドラマ半沢直樹のワンシーンのようだと言って、 YouTube 上で切り取り動画がたくさん拡散されております。しかし石丸伸二市長は、議員の質問回数などのいわゆる稼働率、これを論拠根拠としての半減を提出していたんです。議会で否決されましたが、働かない議員がいるんであればその人数減らしてもいいよねって話なんです。無駄な予算を削る、すなわちコストカッターというのは、さすが石丸伸二市長は元銀行マン出身といったところでしょうか。杉並区に話を戻すと、区民が予算の是非を決めるんであれば、白がこう言ってます。いたこ区民、ここで立ち戻らなければいけないのが欠陥システムだというところです。区民以外でも何かが突然憑依するいたこ的に、はい杉並区民ですと投票が見逃されるシステムのまんま投票が開始されちゃっているんです。さらに投票フォームには、予算に対して意見を述べる自由投稿ができるフォームが用意されています。それは討論であって反問権であって、すなわちいたこ区議会議員の誕生を意味しはしないでしょうか。予算の是非について区民の声を直接反映させるんであれば、区議会議員の存在意義はなくなって、二元代表制が壊れてしまうということです。とはいえ、杉並区の二元代表制というのはすでに崩壊しているようです。二元代表制は、首長と議会をそれぞれの住民が選びます。首長は執行部として行政を動かそうとしますが、これをチェックするのが議会です。議会を仕切るのは議長なんですが、この議長が岸本聡子杉並区長のいたこ状態になっているともっぱらの噂です。杉並区議会議長の井口和子議長は自民党の所属でした。議長選で自民党会派は分裂選挙となります。この時、共産党や立憲民主党などの岸本聡子杉並区長に賛同する人たちの応援を受けて、井口和子杉並区議会議長が誕生したというのが、衆目一致する見方です。それはすなわち議長が隠れ区長派ということで、いたこ議長となりはしないでしょうか。杉並区議会の最大会派は、自民党を無所属杉並区議団なんですが、
議長選の結果を見れば少数会派に分裂はしておりますが、事実上岸本、佐藤子、杉並区長会派、そんな区長のいたこ的な会派が多数派と見ることができます。アメリカの政治システムにおいて民主党系の大統領、そして上院下院を民主党が取る状態、これをトリプルブルーと呼びます。杉並区政もそういう状態になっているということなんですが、民主主義のリーダーを辞任するアメリカは党派制をはっきりと鮮明にします。ところが杉並区の区政を牛耳っているのが隠れ岸本里子区長派だとするならば、いたこ議員にいたこ議長、そして今いたこ区民が誕生してトリプルいたこの大活躍でハートになってしまいます。これをざっくりと一言でまとめますと、岸本里子杉並区長の独裁独裁体制の完成だということです。ところがもっとおっかないことが進行しているのかなと思わせるのが、自民党無所属会派所属の渡辺智樹議員のこちらのツイートです。令和5年10月4日にこんなツイートをしていました。昨年のとあるんですか、前回ですかね、杉並区議会議員選挙前の区の選管が強行しようとし、総務省からダメ出しを受けた世紀の愚策、区選管主導のボートマッチ。それにもかかわらず、区は今年度も学校への出前授業で模擬ボートマッチをやってるとのこと、全く懲りてない。今年の春に行われた統一地方選挙の後半戦、杉並区議会議員選挙も行われました。杉並区の選挙管理委員会は、有権者がインターネット上の設問に答えると、答えた有権者の考えに近い候補者はこの人ですよとお示しをするボートマッチというネットサービスを始めようとしていました。しかし、そのあなたにおすすめの候補者はって出すその選定基準は何なんですかというところから、総務省がだがちょっと待ってほしいとズバリと指摘されて中止になったものを学校の現場で行っているというんです。岸本里子杉並区長の独裁体制が完成している中での教育現場への出前授業としての持ち込み、そこに党派性はありませんですかという疑惑が浮上するのは当然の話です。その学校の現場において杉並区民が希望するものをアンケートで取ってみたところ、教育のサポートはもちろんだから、メンタルサポートも含めて人的資源の方にね、お金を使ってほしいという結果が1位だったのにもかかわらず、アンケート結果3位の給食無償化が実施されちゃいました。杉並区議会議員小林由美議員のコンテンツプラットフォームノートへの寄稿を見ると、昨年の決算剰余金を当て込んでるだけの話で、給食無償化を実現しようとすると毎年17億円必要だとのことです。来年度以降も給食無償化を実現するためには17億円他の予算を削らなければいけないんじゃないかと小林由美議員は指摘します。そうは言っても杉並区だけの話でしょなんて思うでしょうか。ここで重要な背景情報をお示ししておきます。岸本里子杉並区長は松下玲子武蔵野市長や保坂信人世田谷区長らと同じシンポジウムに仲良く登壇するほど、いわば一心同体少女体の間柄だと噂されております。むしろどうしても言える関係なんじゃないでしょうか。松下玲子武蔵野市長といいますと、外国籍の住民も投票できる住民投票条例への関心を今も持ち続けているという噂の絶えない人物です。また岸本里子杉並区長は昨年の参院選で東京選挙区から出馬した取り鉄でおなじみの日本共産党の山添拓議員の選挙に駆けつけ応援演説をしていると日本共産党の機関紙新聞赤旗が紹介しておりました。白がこう言ってます。いたこ区長。彼女は区長に当選直後の東京新聞のインタビューで、地域の草の根運動が核政策なども含めて国の政治や主要な政策に影響を与えられると思うと答えております。しかしそれは国政の仕事です。それを区長の分際でやろうというのは、広島県安芸高田市の石丸伸二市長の言葉を借りるのであれば筋違いであり、恥知らずと言ったら言い過ぎでしょうか。ただ野心はどうぞ52って言ったところなんですが、岸本里子杉並区長の野心を実現するんであれば、1秒でも早く区長を辞職して消えたやったとなり、杉並区の多くを含む東京8区での国政選挙への準備を始めて、吉田晴美議員との盛大な打ち下場、論戦を戦わせてほしいなと願ってしまう今日この頃でございます。
サハはアリの一穴の使い方をよく知っております。特例は前例になっちゃうんです。我々はあくまで是々非々でかかとに体重を残してみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。というわけで番組最後の運試し、ニアちゃんジャンケンジャンケンパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはぽい、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、違いますね、お手でも仕事幸せ幸せ、そしてグーを出したあなた、頑張って、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。